はい、えー、皆様こんばんは。というわけで、えー、第2部ということで、えー、ただいまから始まサさせていただきます一般社団法人アナンス年会気賞2014年度10月例会人と街をつなぐツール、えー、作り育み発信するアナンの魅力」ということでアナンに先ほどもお伝えしましたがアナンにはびこるアナンの魅力を発信するためにじゃあ一体何が足りなくて何がもともとの原因でそういったことを。 今回登壇いただく多くの地域で活躍してい,ているパレナの皆様に今日は忌憚のない意見をぶつけ合っていただいてですね今後のアナの活性化につなげていただくための1時間ということでお時間の方を進めて参りたいと思います本日司会進行の方はコーディネーターの方を私府省表原が務めさせていただきますテンポよく元気よくやって参りますので最後まで何卒よろしくお願いいたします はい、えー、お時間の方も、えー、もったいのございます、えー、早速ではございますが、えー、パネラーの皆様にご登場いただきたいと思いますそれでは本日のパネラーというわけではないですが、えー、ゲスト出演ということで、えー、今日は、えー、父親のような目線でですね、えー、このパネルディスカッションを見守っていただきたいと思います、えー、阿南市長岩佐石人様でございます皆様大きな拍手でお迎えください 優しくお願いお、ありがとうございたします。はい、続きまして阿南市議会議員、えー、北慶喜様でございます。拍手でお迎えください。昨日行われました阿南市議会議員選挙において、えー、初当選を見事果たされまして、地域で、えー、活動の幅を広げながらですね、前の方、えー、活動の幅を広げながら、えー、活躍いただいております。本日は北のない意見をお聞かせいただければと思います。 続きまして阿南商工会議所青年部門田隆様でございます拍手ボン門田の異名で、えー、地元ケーブルテレビで えー、持ち前のパーソナリティメインパーソナリティとして持ち前の、えー、キャラクターを生かしてですね、えー、地域を盛り上げるために日々活動の輪、えー、を広げられております、えー、今日は持ち前の明るさと元気でですね、えー、この番組の方盛り上げていただければと思いますよろしくお願いいたしますはい続いてまいりましょう、えー、阿南市の商工観光老成家より、えー、八木美和様でございます本日の高一点でございます 女性ならではの目線でですねこのアナンの、えー、ち問題点、えー、それからどうすればアナンが良くなるのか、えー、歯に気ぬせぬ物言いで、えー、会場をぶった切っていただきたいと思いますよろしくお願いいたします続きましてアナン青年会議所からまず山崎敦史君です<手>自らも中町会議員として活躍する方々、えー、地元の消防団ですとか、えー、地域の活動に、えー、ごめんなさいこちらですね 活動の輪を、えー、広げております、えー、今日は何とよろしくお願いいたしますそれでは最後、えー、阿南市議会議員ニキ義シヒ君です<手>若干27歳の若さで阿南市議会議員として、えー、トップ当選を、えー、見事果たされた彼が若さで何を物を申すのか、えー、今日ご注目いただきたいと思いますそれでは皆様拍手をよろしくお願いいたしますありがとうございました では一時間弱の、えー、番組構成ということでございますけれども、まず、えー、今日は、えー、ゲストとしてお越しいただいておりますアナシオ岩佐義人様より、えー、かなりご挨拶の方、あ、いや、は、まあ、大丈夫でございます。はい、岩佐氏、よろしくお願いいたします。えー、改めまして皆様こんばんは、えー。お招きをいただきまして感謝を申し上げます。えー、先般松山に行かれる前に表田くんが視聴室にお見えになりまして。 えー、今回のこのパネラーをぜひお願いしたいという,う,うお申し出をいただきましたんですが、えー、私はあのぜひですね、実際に汗をかいておるうう優秀なあ市の職員がおるからあ、その方をパネラーとして出席をしていたださせてくださいとお願いを申し上げました。えー、今日先ほどご挨拶ありございました八木美和さん、えー、商工観光労政課のですね、 アナナンのお中,に中に入っておる人って言うたらかしで、ね、<laughs> はいはい、<laughs> 本当に汗をかいて、名術ともに汗をかいて、アナナンを育てておるのが彼女なんですね。そういう方の話を聞くというのが、よっぽど私は値打ちがあると主張として思いましたので、ご推薦を申し上げました。目視の時間でございます。私はあの えー、トータルで17年ほど東京におりましたが、27歳の時にアナンが帰ってきて、青年会議所に入りました、JC に。その時はですね、70名ぐらい、会員70名か80名おりまして、で、まあ、ずーっと少なくなって、また今度31名までおり返して、この勢いをですね、ぜひあの日本の国とは違いまして、右肩上がりでね、どんどんアナン JC は、 増えていくんではないかと。今日期待の目を持ちながら、皆さんの、あの。ディスカッションを、あの拝聴したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。岩瀬市長、えー、誠にありがとうございました。それでは、えー、早速。 ディスカッションの方にま、えー、りたいところではございますが、えー、そもそもですね今回のこの場を、えー、阿南青年会議所が主催として設けるに至るまでの、えー、背景流れの方を去年からの取り組みも含めて、えー、山崎委員長の方からですね、えー、プレゼンテーションを通じて、えー、ご紹介、えー、していきたいと思いますので、えー、それでは。 山崎委員長スタンバイのほどよろしくお願いいたします皆様しばしそのままでお待ちいただければと思いますスタンバイが整いました一般社団法人アナン青年会議所で笑顔あふれる人づくり委員会の委員長をしております山崎と申します、えー、本日のテーマが人と街をつなぐツール 作りり育み発信すするアナンの魅力といいうテーマをいただいておりますこのツールを作るにあたってものづくりになみなみならぬ思いを込めて継続事業ではないにもかかわらず委員会をまたいであの継続を無理言いまして矢切理事長に無理言いましてもの物を完成させることが今日できておりますのでそれのお披露目も含めて あのその経緯を話させていただきたいと思います。約20分弱ですので、スライドを見ながらご説明をさせていただきたいと思います。えー、ここに集まって来ていただいている皆様方は、阿南の町、県南、ここは人づくり委員会ですけれども、地域の活性化であったり、町づくりに一助をいただいている皆様だと思っております。ただですね 街づくり地域活性化という言葉は踊りながら一体じゃあ具体的にどうすればいいんだというのがこれはこうしなければいけないこう行動しているってはっきりと具体的に言える方が何人いるかと言われればなかなかこれはすぐはっきりと言える人がいないと思うんですそれを1年前から考えてじゃあどうしていけばいいのかというのをテーマで作ってきました 最初にこれ分かりますアナンってついてるんですけどアナンではないんですけどねこれは海部郡の船場海岸ですで去年からの「もっと城をそして考えよう自分たちの街」ということでテーマを考えて流れてきましたすみませんねこれちょっと見づらいんですけどこれも綺麗な景勝地です 問題みたいになってしまってあれなんですけどもこれが大浜海岸ですね初日の出ですで始めるにあたってじゃあ町づくり地域活性化どうすればいいのかこれはまずはあなたの町私たちの町ってどんなところっていう疑問から始まりましたどんなところですかと聞かれてなかなかこんなところですと一言で突然聞かれると なかなか答えられないのが、まあ、世の常っていうことなんですけれどもそれだったらですね普通の人だったら構わないかもしれないんですけれども街づくりや地域活性化を私たちの手でやろうという人たちはですねこういう質問に対しても素早く答えられなければいけないとそもそも街の現状を知らないんではないかということでこのスライドを作っていきました日本立てでいきますきっかけはこれです 人口の推移を表すグラフですこう1年ごとに区切ってみると全く何を書いてあるのかわからないと思いますただこれをもうちょっと大きくしていくと中町にしても海部群にしてもアナンシも最初にあったんですけど飛ばしてしまいましたアナンシにしても人口がどんどん減っていくと年齢別にも調査をして昨年は発表させていただきました これは人口比と面積比の違いです。中町がまあ大きくて、穴は人は多いけど面積が小さいという図です。これもまあ飛ばしていきます。これはちょうど8月の11号台風の時に水害にあったところが目の前にあるところなんですけど、とってもきれいなところです。これは中町の和磁器という地域ですね。 産業別就アナンシーがこれですねこれアナンシー製造業っていうところがすごく大きくなってます日夜科学さんであったりが大きく関わってるんだと思いますあと希少価値ってどういうものなのかじゃあ産業で言えば製造業もさっき一つの企業の名前出してしまいましたが農業一次産業の農業林業漁業 製造業環境文化どういったいいところがあるんだろうっていうところで青年会議所で去年がく学学の議論をしましたでこれが徳島県でどのような特産品があるかっていうのを地図で表した図ですもう書ききれないぐらいたくさんあるんですねこの県内域にもたくさんあります全部言えるかどうかはわかりませんけれどもそれを これは観光ホテルのパンフレットにあったんですけど使ってる企業もありました中町で日本一の生産品質を誇っておりますおもとのところですねあと棚田であったりそこで採れたお米ですねあとこれが干ばつの風景ですあとこれが卵ですね養鶏あと卵の産地です いっぱいあるんですけども例えば全国でベスト10に入るものがどんなものなのかを調べてみました。こういうものがベスト10に入ってます。じゃあ県内域での希少価値はどんなものなのか農業ではすだちゆずおもとたけのこ林業では杉だろうと漁業では今関西地域に京都にも出荷しております葉もですね。製造業では ノーベル賞を取りました中村教授の LED 日夜科学工業さんですね昔から地域を支えていただいてます環境では太陽光とか水力とかあと自然豊かな動物山川海ですねあと文化では浄瑠璃であったり吹き筒花火が有名ですまあ,あの個人的な写真を入れておりますのでずっと息子が写ってるんですけれども これは、えー、と日和佐の大浜海岸の並びにあります恋人岬というところです別に観光地にはなってないんですけどねあとこれが海部川であったり遊覧船のところですねあとこれはあの私通勤で吉野川市まで通勤を中町からしてるんですけれども通勤の途中にこういう変わった景色のところもあるんですいろんな日常の中にある価値もあると思います継承知事ではなくても 産地有名な農産品であったり製造業の製造品でなくてもいろんな価値が私たちが住んでいる阿南市県内域にはありますあとまあ日照時間であったり年間の降水量であったりっていうのがの近年でも多いですし中町の海川では、まあ、24時間の降水量が一番多い日本一だったと思いますが1300ミリっていうのを記録しております ではその人と町を共和させるつなげるツールっていうのはどんなものなのかとどういう考えなのかというのをこの時には述べさせていただきました人とは産業のもとだろうと町とは環境だろうとそれをつなげる自然環境だったり伝統文化が共和させるつなげる昔はツールだったんだろうとで今のこの阿南市であったり県内域では今は一番有名な製造業 また一次産業であったり伝統文化と環境をつなぐこの部分であったりが私が作りたいものでした私た私ちの委員会がですねつまりやりたいことっていうのは人と町が共和するつながることあなたの町ってどんなところって聞かれたときにすぐに町をプレゼンできることそのためのものづくりをするというのをテーマに昨年度は デザインまで終わっておりました。また危機感を差し込んでいきます。推計人口をどんどん下がっていきます。これは阿南市、阿南市はすごく優秀なんですよね。あの、増田元総務大臣が、えー、地方消滅という本を出しておりましたけれども、阿南市は徳島でも優秀です。ただ、中町、海部軍、中軍は、特に中町は、 徳島でではワースト1でしたね全国では、えー、下から13番目だったと思います。推計人口がすごくすごい勢いで減っていきます、これからですね。その原因がここですね。若い人の若年層の人口がすごく少ない。まあ、ンでも当然、進学とかで下がりますね。若年層の人口が下がります。地方消滅では、えー、若年女性。 の数が言われてました、まあ女性まあ、当然女性もそうなんですけど男性もいないいなですすね減っていきますこれはあの地域の特性を考えてあの合計特殊出生率っていうのが実は都会よりも離島であったり過疎地の方が高いとつまり結婚してる世帯でいうと生まれている数が多いという研究結果のこれは あのこういう理由ですっていうところが4つ挙げられてたものですね離島は一旦まあ高校卒業とかあの進学で出るけども何年か経ったら戻ってくるとまあそういうことが書かれておりましたこういうのを目標にこの県内域でも人を若い人間を呼び戻すような取り組みが必要なんではないかということを昨年度は研究をしました でまとめとしてはあの私たちが住んでる徳島県の県内域っていうのは地方と呼ばれるところなんですけれどもあの気象価値でも上げました食料資源も全国で的に見ても豊かですエネルギーの供給源にもなっております太陽光であったり水力ですねしかもここを卒業すればほとんどが有名大学進学しますのでねあの人材の教育源でもあるわけです これからは都市づくりでは都市が自由なのではなくて実は地方なんだとで人口減少を防ぐには地方の人口を持ち上げればいいとそうすれば都市部への人材の供給はストップしないと今まで通りでいけるということを言いたかったわけですでモノづくりの基礎的な考え方はこれです他の地域に赴いた際の話題の,話題のきっかけになるようなもの 自分たちの街のいいところを普段から身につけられるものフォーマルであったりカジュアルであったりその場に応じて臨機応変に使えるものっていうのをコンセプトに作りましたそこでデザイン案を青年会議所の例会で募集したんですけれどもトップになったのがこれなんですねこれをなかなかものにするのはこれはなかなかちょっとこう 苦労をしたんですけれども、これを一応デザインに起こすとこうなります。こう、アナンはまあサンライズだと、これこそ市長おっしゃっておりました、右肩上がりでいきましょうと。で、あの本年度のテーマが理事長があの与えていただいております、笑顔と笑うという文字です、をテーマにそれぞれのいいところを入れていったというものでした。ただこれを 身につけるものにするのはなかなか難しいのである程度デフォルメをさせていただいたんですけれども最初にあのデザインが出たときに私はいいと思ったんですあれをまたもう少し進化していけばいいとただ途中でボツになっちゃったんですよね実は <laughs> 作りましたけど私 <laughs> 実は途中でボツになったんです あの「笑う」という文字がいろんな場面でこうそぐわない時もあると確かにそうですね「笑う」という一文字をホームワーの場所につけていくにはいろんなイメージがありますでもこの前の例会の時にも一言ありました「あの元気があるかと街づくり地域活性化する自分たちがきちんと活性化してるかと景気や 活気や元気の源は何だと気持ちだと心持ちだと魂だとそれが現れるのは何だって言ったらやっぱり矢切次長が一言いただいてた笑顔笑うっていうことなんですよねどんな苦しい局面にあってもユーモアであったり笑顔を忘れなければ必ず厳しい局面は打開できるということで没になったんですけども作りましたで 出来上ががったのがあすいませんちなみにこれが出来上がったものなんですちょっと見づらいですけどもあのちゃんとこここの3つがちょっと見づらいですねあの光る LED で光るようにしておりますなかなか光るものってあのコストも高いので数をつ 作るようななななもものででではなかなかないんすすけれどもこれどこが完成品ですねちゃんとボタンがあってですねこうやって光るようになってます。これをかっこいいと見るかどう見るかはそれぞれ個人に任せるとして身につけていって私たちの街はこの LED の一大産地なんですと。 いう一つのツールにはなると思います。で、あのきちんとこれ外に出るようなものではないんですけども、青年会議所って書いてあります。私たちが魂を込めて作ったものです。他にはないものだと思ってます。ボツになったので私が作ったんですけどね、これは。ここでこの私たちが作り始めたものがボツになった原因はですね、あるんですね。新たな観点。 人と街をつなぐものっていうのでですね私たちの魂を凌駕するようなものがあったんですねアナンにこれがですねゆるキャラなんですよねこう阿南市にはアナナンがあってそして LED があるとアナナンの,あのピンバッジ私も頂い,いてですねあの普段子供がつけてたりするんですけれども私が作ったのはですね 産業とアナ,ナンがくっついたんですねやはりアナンのアナナンは光らないと LED で光らないといけないだろうとということで私たちがこうやってバッジを作り始めたおかげでですね即座にメーカーにも対応していただいてですねもうギリギリのところ今日はこのイベントに合わせてアナナンのタイプで作っていただいたものがあるんですサンプルなので10個しかないんですけれども ちゃんとデザインを壊さないようにですねほっぺたの赤い部分が光るようになってます。これはあのなかなかいろんなイベントに行った時にですね暗くてもアナナンが視聴されるとそしてアナンが視聴できるというものですね。あ,のあとこれ途中でこれもまたあれだったんですけど。 もう1パターンあってですねこれデザイン的には穴な,なんですねこれ普通なんですけどもこれ量産される日の目を見ることはないんですけどもせっかくなのであのノーベル賞を取ったということでね青の LED でこれが青色が高くてですね <laughs> のメーカーも,もう量産は山崎さんできませんよとただあの記念としてサンプルの10個のうちの5つを青でこれ怒られるんですよねデザインがあれなんでね。 これアウトなのであの、せっかくなので今日ねパネリストとして来ていただいた方にう完全非売で公開なしで <laughs> 持って帰っていただきたいと思います。この穴なんかもあります。あのいろんなものづくり私スポーツメーカーに勤めてたことがあるのであのそれぞれ出来上がってもるものには意味があったりそれを作った人の 魂がこももっているものなんですで今回あのアナナン君を使わせていただけるっていうことでアナナン君を組んでいいんかなまあ組んでいいんですかねあのアナナンを使わせていただいてサンプルであのオーダーメイドで作ったんですけれども必ずこれを身につけていくとですね光らないものよりはアナンの産業がアピールできるとしかもですねその LED を産業足がかりにいろんな私たちが知らなかった産業一次産業であったり二次産業であったり素晴らしい景勝地であったりそしてそのすべてが私たち活気づくために笑顔を生むようなツールに変えることができるんだということであの笑顔あふれる人づくり委員会ということでものづくりをさせていただきましたこれをもとにこれからとのパネルディスカッションをお願いしたいと思います以上ですありがとうございました はいということで、えー、昨年度から阿南青年陰署のが、えー、1年間以上にわたりですね、あのー、取り組んできた、えー、その過程について山崎委員長の方から説明をいただきましたこれからは、えー、そのツール開発したツールの背景にあるその流れも含めてですねこの阿南の魅力をいかに発信、えー、育んで いかにつなげて発信をしていくのかと、えー、いうことをですね、えー、本質的な部分に確証に迫るようなディスカッションを、えー、皆様自身の活発なご意見をぶつけ 合わすことにより、えー、進めていきたいというふうに思っておりますまずはですね、えー、自己紹介ということも含めましてお一人様ずつにあのこのアナウンス・エネ社の取り組みに対しての、えー、感想でも構いませんし今日の意気込みでも構いません、えー、自己紹介を兼ねてお一人様一言ずつ、えー、頂戴をしたいと思いますそれでまず北議員の方からよろしくお願いいたしますあ、どうも皆さんこんばんは市議会議員の北です えー、青年会議所の方には非常に霧江天それからアナンテラッセケイトライチ、えー、お世話になりまして誠にありがとうございますで今回このように読んでいただきまして、えーまあ、皆さん地域の宝だとそのように感じております、えー、後にまたいろいろ感想を述べさせていただきたいと思いますどうも本日はありがとうございます 続きましてアラン商工会議所青年部より YG よりお越しいただきました加藤田隆さんよろしくお願いいたします皆さんこんばんはアラン商工会議所青年部 YG の加藤でございます常日頃アラン青年会議所 JC の皆さん活動ご苦労さんでございます今見てましてですね一年以上もかけて こういうことを考えておられたのかと、いうて、あの、感動しました。これをですね。今後。どんどん、こう活動に、変えていって。いっていただければと思いますので。はい、ありがとうございます。続きまして、ええ、阿南市商工観光労政課より、本日、こう一点ということで、ご参加いただきました。笑顔の素敵な八木美和さん、よろしくお願いいたします。 皆さんこんばんは。アナウンス役所商工観光労政課の八木と申します。よろしくお願いいたします。えっと今日、私あのまあ、このアナナンのあのデザインをあの茂原さんの方から、あの私、あの最初アナナンの申請ということでいただきまして、へえこんなん作るんじゃと思ってたんですけど、今日のあのプレゼンテーションを見せていただいてあ。こんな流れの中でこのアナナンの？ この光るアナナンが生まれてきたんだということに感動いたしました、まあ、人と街をつなぐツールとしてアナナンを使っていただけるということにあの担当職員として非常に感動いたしましたし今後もあのぜひともあの青年会議所の皆様には頑張っていただきたいなと思いましたま、はい、ありがとうございました、えー、それでは最後ですね、あの,ー、右銀の方から、はい 改めまして皆さんこんばんは。アラナ青年会議所、えー、笑顔あふれる人づくり委員会の副委員長の日記です、えー。初先輩方 JC の初先輩方がいらっしゃる中で、えー、このように前でコーディネーター,ーといいますよりあのパネルをさせていただくこと本当に恐縮なんですけれども、えー、今回今日の中では、えー、青年会議所の活動というよりもですね。 えー、私のアナウンシ議グ委員としての、えー、立場をもってですね、えー、発言をしていきたいと思いますので、えー、ご指導のほどよろしくお願いいたします。はい、えー、パネラーそれぞれの方々のですねあのご紹介が、えー、終わったということで,ですね早速始めてまいりたいと思います。でですね今までの取り組みというのが結局アナのアナンというものを 例えばです例えばです。自分に置き換えてみてくださいで、えー、今日の,あの先ほどのセレモニーでもありました自分の魅力っていうのは何なのかっていったことでけど意外と私の魅力っていうことを、あのー、自信を持って私ってこんな人間なんですこんな素晴らしい人間なんですよって言える人間ってなかなかいないですねそれと同じようにアナンの魅力ってじゃあ何なんですかって聞かれた時に、えー、その本質的な部分に意外と感づいていないあるにもかかわらず 潜在しているにもかかわらずそれが顕在化していない意識の中でといったところのそもそもの問題点というのは病巣というものはどこにあるのかといったことに関してちょっと掘り下げていきたいと思うんですね。で、えー 行政で働かされている方もあの民間で活躍されている方も、えー、議会人として地域をよくしていこうとされている方にとってもですねそれぞれの視点というものがあるかと思うんですそこを少し、えー、お聞かせいただきたいと思うんですがまず北議員どううでしょうかえと実は私はあまあ現状 人口密度が非常に広がっているとこれは少子高齢化で急激な少子高齢化これはもう全国的なことですでただ非常に心強いのはこうして皆さんが集まっていただいているということで実は私はアナンというのは海川山があって非常に潜在能力の高い市だと思っていますで今確かに同じ徳島県で上勝神山南とか インターネット関連で非常に元気ですけれどもまあ南はさておいて実は頑張らなければいけない地域が上勝であり神山なんですねで実はアナンっていうのは頑張らなくてもなんとかなっていますこのアナンの頑張らなくてもなんとかなってるアナンが頑張ればこれはすごいことになると思いますで今 LED でハードな部分これは皆さん継承していただいてこうやって LED を使っていただいてますでできましたら日夜の創業者 小川のうどんさん、私、よくはご存知あ知りません、えー、うどん屋さんでちょっとお見かけしただけです、あとはチケットを実家にちょっと持っていっただけ、ただ、小川五六というのがありまして、その中で、大きな風呂敷を広げなさいと、大風呂敷で結構ですと、ただし、嘘つきになってはいけませんよと、でも、ほんのちょっとでもそれがものになったら、それは嘘つきではないです、えー、そういう意味で、ですね大風呂敷を広げれば、このあなんていっぱい広げられます。 まずあの面白いのは先ほども言いましたけどこの国の農水省の担当役人がですねえーアナンっていうのはすごくバランスがいいと実は園芸農業本当にバランスよく出てくる非常にね豊かな土壌がありますこれはもうあの三村さんおられますけどあわこじきこのあわこじきというのもできましたら皆さんで応援していってあげたい 欲しいんですけどまあそちらそれによると新井の儀式には阿南の魚介類が使われた、えー、食べ物が使われた今でも新井の儀式には、えー、天皇になれる方と阿南のさんあの産地の山のもの海の幸、えー、これとあのイ谷の三木家これの反物が一晩過ごすとそれによって天皇になるとであの古事記を読んでいただくとわかりますけれどもあのまあ「ふたな」 島ありと、伊藤の国と紀伊水道の伊と言いますけれども、この阿南は伊の国のになります。で、あの,世の国が東洋、西洋とあります、愛媛県側になります。で、二名島ありと、主4つありと、ここに4つの島、愛媛県、竹寄彦、大月姫、それから讃岐国、こういった名前が出てきます。で、非常にね、大野安原は非常にいい文を書いております。また これはままた後ほどいつでも話しますそれから、えー、私、大風呂敷広げてるのは、アナ新たな高校、分校になるというふうな話も出てますけれども、これ、田んぼも山も持ってますで。国は農業従事者を何とかして作りたいと、補助金を出してでも作りたいと、そういう動きがあります。で林業、これは、ね、もう若者が入ってい行っても食べられる。 産業なんですただ、需要を開拓できない、林業の需要を開拓できない、それで林業従事者が少ない、このね農業、林業に特化した、えー、全国公募型の全寮制の高校、これを新たに作ると。で、できましたら大学まで行ったら本当に面白いんですけれども。 こういうことをまずやれる可能性がある。それと、えー、皆さんに協力していただきました、ケイトライチ、アナンテラッセ、地域を照らす、人を照らす。えー、そういった意味で、アナンテラッセプロジェクトとお思ってますけれども、えー、光の街、LED の光の街です。これは光です。必ず影があります。ということで、大阪大学大学院主の方がプレゼンテーションしました。で、シャドウアート、これを作ってくれないかと。で、シャドウアートを牛式場に作って、えー、光と、 と、えー、それをもってして観光で阿南を広めて名前を認知度を高めてビジネスマッチングをしてほしいと、えー、こういった動きもまた非常に面白いものがあると思いますあとはあの歴史ですけれども私は新外隊の方の隊長あやってますけれども新外、えー、という歴史があの上司がいたんですけれども、えー、つい最近この前市長にもお話し,しましたけれども 明智光秀に向けて斎、えー、藤利光のお兄ちゃんであります養子に行ってる石垣家これは長我部夫人のお,お父さんになりますけれどもそちらからあの四国攻めやめてくれないかと何とかやめてくれと、えー、それが本能寺の変の本能寺の変、えー、6月2日ですけれども、えー、5月21日になんとか明智さん 小田さんが攻めてくるのやめてくれないかというふうに嘆願書がこの前岡山県の私立博物館林原文庫の方から出てまいりましたでこれはこれからはね本能寺の変となりますと今黒田官兵衛やってますけれども必ずこのあの新外さんえ三好えこういった名前が出ますで新外三好があの組んでましたで長査壁も出てきますこれ本能寺の編必ずあなん、ね 脚光を浴びてきますんでできましたら市長さんのお友達の歴史小説がおりますんでねああいう方にこの新害さん取り上げて書いていただいたらアナンの認知度は非常に高まりますでもう本当にねアナンいっぱいありますでできましたらこうやって皆さん青年会議所の方がえ来ていただきましてえ先ほどの青小敷もねこれ神話の世界ですけれども日本の一番古い 書物なんですねこれもす、まことに進めていくと前、いっぺん呼ばれてね、すみません、ちょっと途中で退席してもらうよ弁護士の方と一緒にお話しさせていただきましたけれども、こういった面白い素材がいっぱいあるんでね、これから大風呂敷広げてアナンの認知度を高めて、なんとかアナンを元気にしていきたいなと、そう思っておりますはいいありがとうございます。 すててなんかこう結論まままでっしいたくさんの素材を並べていただきました、LED もあれば、こじきもあれば、軽トライチ、光があったら影があるシャドウアート、えー、いろいろな素材があるんです、ただ、今の現状といったものの、もっともっと病巣の部分なんですよね、いわゆる本当に根底の意識の部分で、市民1人にそこが浸透していない現状の、その奥底を背景にあるものが何なのかと。 言ったところに関してですねもしどなたかなんか一言あるモノモスという方がお,いでございまお一人頂戴したいと思うんですけども年長者の次はですねやっぱりねここは最年少の、えー、彼に頂戴したいと思いますにぎくんよろしくしえっ、ー、とですね、地域の魅力といったものを一人一人の老若男女問わず例えば岸和田の男児で言えば えー、岸和田の魅力ってそれは子供も大人もみんなだんじり言いますよね、うん、福岡で言えばまたそういった地域の祭りがあったりあの食の、えー、食文化の何かっていった部分もあるかもしれませんその地域地域には必ず何か一つは魅力があって地域によっては市民一人一人がそれに対して誇りを持っているっていう現状があるんですね阿南はどうだろうかじゃあそれにここに問題があるんであればその根底にあるものはじゃあ何なのかっていったところに関して 27歳の、えー、若さを持ってですね私はこう思うどううでしょうか、えー、大変な、あのー、ご紹介をいただきましたのでごっつい緊張しておるんですけれども、まああのー、何と言いましょうかわ私はですね考え方からしましたら、えー、ちょっと話がずれるのかもしれませんけれども、えー、私はまずもって えー、この人口減少の中で,で人口争奪戦が生まれてるこの現状の中で若い方が帰ってきやすい若い方がどのように円滑にこの阿南市に戻ってこれるかっていうことが一番最重要課題だと私は常々思ってるわけです。でその中で、えー、一番ですね、あのー、見ていかなきゃいけないのはまずは市の方でもやっておりますけれども。 住む場所の確保とそして働く場所の確保っていうところが重点的に必要であるると思ってるんですですので、えー、ちょっとですね北銀さんと立場がちょっと違うかもしれませんが文化振興というところとかですねそういった歴史の方も大事なんですけれどもまずもっては、えー、帰ってこれるそういうような場所を作るこれは、えー、造成するとかそういうことだけではなくて移り住んだ時に どのような他、他種との違いがあるか差別化があるか徳があるかというところの、えー、ハード面を、えー、整備していかなければならないという立場ですのでなかなかこうあの反論というのができないというところが現状ですのではい、はいありがとうございます今のお二人の意見を聞く中でも全然切り口が違うんですよね。 地域に点在する可能性のあるものをもっと大振る式を広げてそれを世に発信していくことこそがそれが、えー、手法の一つだという北議員の立場そして住み暮らす環境働く環境としてそのハードも含めた、えー、環境づくりというものが最終的に先ほど言った人口減少の問題に対して、えー、そこを解決していくための素地になるのだという切り口のもの。 じゃあ聞きましょう、えー、民の立場で地域活性に携わっている門田さんとして問題の本質ともう二つ目のテーマも含めてですねじゃあどうすればいいと言ったところも含めて、えー、ご意見ちょっといただければと思いますいかがでしょうか、えー、私が思うのはですね、えー、まずこのアランの発信ベタはなぜというのは うん海もあり山もあり、ねえー、海の幸もあって山の幸もあってそして、えー、産業では大きな製紙工場、ね、また二夜んもあって頑張らなくてもどないそなってきたというところに根底があると思います。でそれで慣れてしまって今度頑張らないといけない時に頑張り方が分からない。ね、今で徳さんが何やったのか ね、日本一、日本二、日本三って何やったのかということを知る必要もなかったんですね。じゃあ今後どうしていけばいいのかですね。まずは産業これ盛り上がってもらわないかのですけども、えー、皆さんがすっ、えー、と答えられないものを今、ハモアナアシの漁獲高はハモの漁獲高は日本一ですね。で、えー アナン商工会議所 YG の方では、えー、この刃物を使ったアナンドンというのを一つの,このツールとしましてね町おこしで、えー、この3年間続けてきておりますで3年間続けてきた上で、えー、今度4年目になるんですけども4年目今度どうなったかとこの刃物ンドンですねアナンドン3年やりましたら妖精が生まれまして 刃物の妖精刃ンちゃんというのがキャラごたー1個生まれてきましたで今度はこの刃ンちゃんこの,このゆるキャラを使ってですね、えー、どんどん発信していこうというふうな、えー、ことをまずやってるんですけども、えー、JC さんの方でもそのアナナのバッジですね LED 使って、えー、ピカピカと、うん、どんどん情報を発信していこうとアナを知ってもらおうこれによって街へ、えー、活性になったらいいなという 活動ですよねこれ我々かぶるんですけども、えー、ジェシーさん同棲するんであればですね、えー、アナナンのこういうかむりンバージョンを作ってですね市長にかぶってもうてください <laughs> もう日本全国があちこち五年常にかぶってるというふうにすれば、えー、全国に自然と知れ渡っていくんではないかと思うんですがこういった、えー、何を言うとねというようなちょっと突拍子もない発想をどん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 やっていけば いいんじゃないかなと私は思いますはい加藤さんありがとうございますそのあたりについてはですね最後総評のところですねしっかりと、えー、岩崎市長にもですねあの述べていただきたいレバラという願望でございますよろしくお願いいたしますせっかくなんで、えー、加藤さん今ちょっとかぶりませんかかぶりましょうかはい。これはあハモの妖精ハモンちゃんと言いましてあの 女の子でございます、えー。年齢はね、お年頃女子でございます。妖精なので、永遠にお年頃女子でございます。後ろ、後ろこんな感じで。<laughs> 刃物、この尻尾の長いところ特徴出てますんでね。で、刃物というと、えー、非常に鋭い牙なんですけども、刃歯で表現させていただいてます。ここですね。 でちなみにまつげはエクステまつげでございます。でハモンちゃんの趣味はですねハモ、えー、自身がこのン南沖にたくさん住んでまして、えー、非常に沼地になってるんですね。でつる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 したこの沼地で、えー、ここに住んでまして決してこの石のところに住まないんですこの肌が痛いんでね。でずっと泥エステしてる状態でございますんでこのハモンちゃんのお肌は常につるつるでございます。 この場んでよろしいでしょうか。ありがとうございます。皆さん拍手をお願いします。<laughs> ハモンちゃんの素敵な魅力について、えー、お聞かせいただきました。もう本当にね、あのー、このアナなんと型を並べてですね、あのー、地域に根付いていく可能性の十分にあるですね。僕は今日は初めて、えー、なんかポスターで見たこと一度あったんですけどね、現物をこうやって目に目にするのはちょっと初めてで、もうこの被った時のですね、この一体感たるや えー、これぜひですね、女子高生とか、そういったところの層にもね、広がっていけばいいかな。という感想でございました。ちょっと本当に素敵ですね。本当に。はい。ありがとうございます。市長、はいえー、から手厳しい意見もございました。それは同じくゆるキャラの開発に携わっている。ヤ、え、ギ、ー、さんとしてですね、その地域の。 先ほどから言ってますね本質的な部分ってじゃあどうなのかなって活動する中であの何か活動をやってる中での問題点というものについて現場の声をちょっと聞かせていただければなと思いますよろししくお願いします。 十分な答えができるかわからないんですけど、えー、と私はやっぱりあの町づくりっていうのは人づくりじゃないのかなって兼ねてから思ってるんですそれで、まあ、あの阿南市の中見ていると阿南、まあ、何もないって言われるんですけど実際ここを見ていくと地域の中にはすごい人、まあ、すごいあの技術を持った人だとかすごい人がたくさんいると思うんですよ私はであの、まあ、その人たちをどう あのこう表舞台に出していくかとかそういうことを考えていかなければならないんじゃないかなと思うんです。であの、まあ、地域活性化って何なのかなっていうことなんですけど、まあ、これ、まあ、ある人の言葉を、まあ、借りるようにはなるんですけど、まあ、あの地域で生活している人の満足度が上がること、うん、ここじゃないのかなって思うんです。でそのためには何が必要なかなって 考えていいいくとととブブラランンンドドううかかアナ何かそういう部分が必要になってくるんじゃないかなと私は思います。で、まあ、そのアナンブランドって、まあ、まあちょっと大きいんですけど、まあ、一つの切り口としてのアナナンなんですけど、まあ、私はあのアナナンをこう生み出すにあたってもう,もう単にも周りのこうゆるキャラブームに乗ってゆるキャラだゆるキャラだっていうんじゃなくってアナナンにはあのこう 将来的にこのブームが終わった後もアナナンブランドとしてずっと残っていってほしいっていうあの期待を込めて今仕事をしてるんですでその、まあ、アナナンブランドっていうところなんですけどまあじゃあそれはなどうしていったらいいのかっていうのは、まあ、毎日の試行錯誤なんですけどねあの私が思うのはアナナンには必ず物語性をいつも持たせて何て言うんだろうこう本当にアナナンを愛するファンを の心をつかむその心を逃がさない逃さないそういうなんかこう一つのなんか恋みたいなねそのあのあアナナンに恋している人たちをこうギュッと掴む何かそういうものっていうのを今後もずっとこう仕事の中で発信していけたらなと思ってます。なののでまあそのアナ,ナン まあ、一つのアナナンブランドとしてそのアナナンをたくさんの人に活用していただきたいんですよ。で自分はこんな技術を持ってるからこの、まあ、アナナンの前何かを使って、まあ、こんなものが作れるんだよとか、まあ、アナナンのパッケージを使ってどうですかっていうちょっと一つの発信源として、ね、アナナンをあの活用していただけたら市民の皆様にそういうふうに私は思ってます。 鋭い切り口ののですね意見が出ましたあのこの中で一つ僕はちょっと今日はコーディネーターとしてですね一つのキーワードを今述べていただいたと思うんですね。あのブランドですすブランドですでこのブランドっていったものに対して、えー、おそらくは全国に1,700ある自治体のおそらくはほぼ全ての自治体において地域のオリジナルのブランドを世に広く広めていこうという活動というのは もう1700通りやってると思うんですよね。で、企業えー、地域だけじゃなくて企業でもそうです。企業にもブランドという、えー、ものがありますし当然ながらファッションにもブランドがあるよと。じゃあブランド作りっていったものをじゃあその意識の浸透にまで、えー、深めていくための解決策としてじゃあ今ないものと作ればいいものがどこにあるのかといったところ。 ちょっとここ本質の部分だと思うんですね、今日のテーマの本質の部分だと思うんです、ここについて、ちょっと今日はまだ先ほどプレゼンしていただきましたけれども、えー、山崎君の方から何か意見があれば。はい、あのー、根本的にですね、問題になるのは、私たち、私もそうだったんですけれども、町であったり、地域と自分がどのように関わっていくかみたいな接点がなかったわけなんですよね。 気づきがなかったただなかったかと言われれば実はあるんですよね地域の神社の祭りであったり消防団であったり関わればあるんですけれども自分が求めなければそういう場に行けなかったとただ市長もさっきおっしゃってました東京に出て行ってた時に私も東京に出て行ってたんですけれどもスーパーにですね巣立ちがあるだけで徳島を感じるわけですなっ <laughs> 頑張ってる巣立ちっていうね迎え入れた時にも当然おもてなしのような準備を当然あのにぎくんおっしゃってました作っていなければいけないこれは整備をしておかなければいけないただ私がこういうツールを作ったのはわざわざですね市長が全国に赴くまでもなくですね光るアナナにその役を任せていただければですね こう何万体にも散らばってこうコマーシャルをするわけですねであの必ずインパクトがあるものが必要での LED で光ると LED っていうのを使えるのは僕はあ全国でもアナンしかないと思うんですよでそれを担いでコマーシャルとして全権委任されていけるのはですねアナ,ナン君しかおらんと思うわけなんですよねで全国でアナ,ナン君がちらと 見えた時にですね、巣立ちや葉も徳島の人間が県外で見た時と同じようにですねおっアナナ君 LED 頑張っとと信号を見るだけでも思うわけですよ LED の信号だったらあああれ徳島のやつみたいなね徳島の人間だとそれをきちんとした形で町のいるキャラあの地域と結びつきのあるものっていう形で先ほど八木さんもおっしゃってましたあの全国に 地域とのつながりを広げていく人と人づくりとともになんであったり徳島の県南と町をつなげていくようなツールっていうのが当然、ハモ、えーンさん、ハモーンちゃんであったりですね、<laughs> アナナンくんであったりですね、いろいろツールとしてはこのソフトはもう出来上がってきてるわけですね。それをきちんとした形で大きなハードとくっつけるような。 ツールが今必要でそのアイデアを持ち寄ってそしてそのツールができた時にはですねもう発信するだけですのでつけて出張行くだけでいいんですよねかぶって出張行くだけでい,いんですさっおっしゃってましたもうそれだけであの,のがあれば大丈夫だということだと思いますねで別にアナなんであったりハモさんであったりの何でもいいわけです自分の身の回りで巣立ち作ってたりハモを漁師として取ってたり杉を切ってるあの中の中の。 林業家ででであったり何でもいいんです地域とつながりのあるものさえ作れれば外に出ていった時にきちんとプレゼンができるわけですね私の生まれ育ったところはこういうところであなたのところのドア材にも使われておるんですよとバッチヒカたトもあんのあれですみたいなねそういう一つの発想一つのツールとして持っていれば街をふるさとと自分自身をこうつけてるだけで感じるわけです街をそういうツールをつ,つけてるだけで感じますよね街を。 はい。<laughs> そういうものがあのハモーンちゃんも光っていただいて、今度は。あのどんどんそういうアイデアを、こうコラボレーションしていって。あの自分たちの街と、自分たちの街、自分の街と思えるような。あの街づくりができていったらなと思いますね。はい、ありがとうございます。だいぶですね、議論、議論というよりは、それぞれの意見というものが。立場の違いを超えて、だんだん一つの。 えー、可能性の方向、可能性のある方向性に少しずつ向いているような、えー、気がいたします。あのー、地域には、まあ、古事記、えー、そして光と影、えー、その他文化的な、文明的な、産業的な魅力というものがただ存在している。それについて じゃあそれをものづくりの形にして表したえ山崎院長そして地域のアナナンというキャラクターをそのブランド発信力のフィルターとして地域の方とつなげて何か提供してくださいね。 アナナンというフィルターがありますので、えー、そこを介在して世に発信することによって地域の方と物を介した発信と地域と町をつなげていくという、えー、ゴールに向かって地域市民が、えー、肩を並べてそちらに歩み寄っていくという今熱い気持ちを持って、えー、行政人として、えー、その活動を繰り広げられている、えー、八木さんと。 そして、えー、地域の食文化、えー、これは日本一というのをこれ1つキーワードだと思うんですよね。で、僕も、あのーえー、と今、実はいろんな全国、つつ裏とまではいきませんが北北海道、えー、それから南九州まで、あのー、大体月に1回ぐらいは足を運んでですねその地域の活性化について、えー、論じたり行動を起こしたりということでいろんなところでちづくりの活動に携わっています。そのの中でで結構出るのがですね 日本一のものと日本二番目のものっていうのがやっぱこれ圧倒的な差があるわけなんですよね。えー、で、あのー、先日青色、まあ、発光ダイオードが、えー、ノーベル賞を取ったとこれってもう本当に世界に名だたるといったところのすでにそれで発信力があるとい、えー、ったところの、えー、ものもありますじゃあいかにその食文化といったものを、えー、日本一という漁獲量をもってしてどのように発信していくのかというのが多分課題だと思うんですよね。 そこに対して、ちょっと今度、北議員にお伺いいたします。えー、行政に、えー、まあ市議会議員の立場で、じゃあ、あの議会人としてそういったさたんた散らばっている、えー、魅力をあの皆さん頑張ってるんです、それぞれの立ち位置で頑張ってるんです、頑張ってるんですけれども、なかなか本当の、えー、多分こんな話をするのっていうのは、もうずっと昔から多分続いていると思うんですよね。ででもとしてなかなかか市民意識にまで浸透する形が な残念ながらまだ成し得てきれてるとは言えないこの現状に対して自らの立場で何をしていくべきなんだというふうなことまずは、ですねまち <laughs> づくりでは必ず国交省、経産省が名前が出てくるんですけど珍しく徳島新聞で5月頃でしたが人口10万以下のところはブランド化しなさいとそうしないと大変ですよとでそういう意味では今言われたブランド化これ非常に大事でルトわかめ高いですよね、つうわけで同じわかめ取れても。 安いですよねでやっぱりそのブランドを育てていくとこれは非常にいい話だと思いますで一つ「世界の川崎ローズ」というのがこのア阿ン市にありますでこの川崎ローズ踊り子かっていう人もいるんですけどこれ折り紙ですね川崎のバラなんですね光線、えー、におられます川崎先生なんですけどもこの川崎ローズっていうのは世界で一番難しくって綺麗で難解な折り紙だと。 言われておりますでこの川崎ローズがあー作った川崎先生がアナンがひまわりだということで、えー、イタリアの折り紙作家ニルヴァさんの未亡人の方にですね、えー、許可をいただきましてアナンの広報誌で一度紹介をされたと思うんですけれどもあの折り方の例を ししましてで穴、ね、ン市役所行けばあ多分あの折り紙もいただけると思います。で本当はそういうものを作っていただいてできたらですねこの川崎ローズ、えー、これを LED で光らせるも面白いんですけれどもせっかくそんな世界の折り紙作家がいるんでアナナをなんとか折り紙できないかとかねそうするとこれあのブランドになるんじゃないかなとそれと。 文化っていうのは町をつなげるものでして、えー、非常に市長にありがたいなと思うのは公園に非常に力を入れていただいておりましてこれはもう、あのー、岩手県の芝町っていうのが小川る芝ということで非常に今プロジェクトで有名なこれ、あのーえー、国の方が千本ロックでですねこれあのー、イニシャルコストっていうのは1回だけで済むんですけれどもランニングコストっていうのは非常にあの大変 数倍かかるんですねで今後まちづくりにおいては当然そのランニングコストを考えていこうとでそういう意味では時間消費をするための老人が増えてるんであー老人という高齢者が増えてるんで、えー、その時間消費をする、えー、お金を使わないで時間消費をするでそういう広場でそこで人が集まるそこでいろんな話ができるでそういったところで歴史文化の話もして愛着を持つと8世代前に行けば阿南市に住んでればみんな親戚ですでそうじゃなくても隣近所にお世話になってますで 今阿南市には国の重要文化財あ重要指定文化財が5つほど県の重要文化財が178あると思いますほとんどがそのものじゃないんですけれども、えー、せっかく先ほどの八千穂の大国主の御箏ですね阿波小路さんがやられてます、えー、この八千穂には区内庁管轄でしてそこには御神体国の重要文化財がありますまあこんなん今言った市長も困るんで言いにくいんですけどあの できたらこれって身体誰も知らない阿南市民が文化審議委員しか1年に1回の掃除の時しか知らないと。できましたら50周年記念にですね、阿南にはこういう文化財があるんだと。こういうのももうぜひ一度見せていただいたらなと。 思いますでそういった歴史とかねアナンはあのこんなもんがあるんだと一つずつねもう地道な活動なんですけれどもやっていけば意識っていうのはどっかで変わりますで最初は2人3人ですこの2人3人が一生懸命やってたらあ4人5人とで勢いがついたらバーッといきますだからせっかくアナンにあるものね何でもいいから利用しようとそんな風な感じでねアンテナ立てて発掘していってほしいなと思います ありががとうございまます。ここでも一つキーワーワドが出ましたね、えー。文化は街をつなげると、えー、歴史的な背景のあるそういった永遠と脈々と続いてきたものというものが持つそのポテンシャルというものがじゃあそれをどうしていくのかそこはやっぱり若い世代がそれを引き継いで、えー、広く横のつながりで 度化させていく必要があるじゃあその手法はどうあるべきなのか誰がいつ何をどうするかっていうことがえ何かを物事を起こそうとするときには必ずえその4つの要素というのはえ必要だとここでやっぱりさらに若手に聞きたいです若手に聞きたいですじゃあそれをどうしていくのかといったところに関してですねえー自らの立場で熱い気持ちを述べていただければと思います えー、そうしましたらですね、まあ、まあまあ文化振興の歴史を受け継いでいくという話になりましたので、まあ、今までちょっと立場は、まあ、議員としての立場っていうのは結局私はそのさっきおっしゃってた私が申し上げたようなことを、えー、するべきだという立場なんですけれどもあのまあ議員としてというよりもこれ若,若者としてあのまあ歴史の話ですがこれ あのこの前ですね、あのえっ、ー、と何、民生でしたっけ、民生、補助民生、はい、補助民生の、えー、文をですねあの見させてもらいました、えー、まあ、阿南氏にもですねこのような歴史人がいらっしゃったのかとかですね、そういうようなことで感銘を受けたわけであります。 そしてまたあの長井私地元長池町なんですけれどもあの江毛橋の開通の時にですねあの向こうのお寺の方にも行きましたが非常に歴史もありますでまあ石門公園もございますしそのようなところで歴史文化っていうのは非常に大事であると思いますまあそれを受け継いでいくのはやっぱり若い者の役目では その分についてはまああの何、ま、て言うんですかこう推進をしていきたいとは思いますけれども、まあ、もう少しですね、まあ、議員としてでありましたらですね私はもうそういったことも大事なんですがそういった歴史を受け継ぎながらじゃあ10年20年先にこの町をどうしていくのこの町をどうなっていかなきゃいけないの。 そのことに向けて、今どうすべきなのっていうところをですね。考えるべきだと思っております。まとまりないですけれども、はい。いえいえありがとうございます。あのー。ご自分で、例えば、このまとまりがないんですけれどもって言ったところに。 あのー、ここにもちょっとキーワードというか、えー、ものの物事の本質があるんですよ、えー。というのは、結局皆様それぞれの、えー、立場があって、僕は阿南青年会議所としの今年は副理事長、来年は理事長としての立場で、えー、コーディネここの場ではコーディネーターとして、ものを申し上げています。で、えーまあ、初当選といったこともあってです、ねあのー、そういった地域の、えー、歴史、文化、えー、そういったものを本当に世に発信すべき。 私はそれで、えーまあ、この市政を担う一旦を担うものとして出てこられた、えー、北議員の立場、そしてあのやっぱり生活基盤、えー、そういった人材をよりあの定着化させていくためにはまずはそういった市民が住み暮らす、この環境を整えていくことがすべての素地となるんだと、そこから先のまち、えー、づくりなんだよといったところの立場は、えー、絶対にあろうかと思うんですよね。 そして、えー、自ずからもあの働く者の立場としてその余力、余価、えー、でないですね自分の余、えー、持ったその時間とお金を、えー、使ってです、ね、地域に貢献をしていき,たい,いきたいと思うこれは阿南青年会議所も阿南商工会議所も同じ立場だと思うんですね同じ立場なんですけど、えー、そういった組織の、えー、これまでの歴史背景の文化の中で、えー、それぞれの立ち位置で 活動を繰り広げている阿南青年会議所並びに商工会議所の立場としてそしてその間に立つところの、えー、市役所という箱の中で市民一般市民とそれから行政をつなげまちづくりに寄与していくその窓口となる、えー、じゃあその手法の開発も含めて、えー、日々活動されている八木さんの立場としてですねやっぱここに ここを最終的にあの互いの持ち寄ったものをいかに1、えー、つの形にするのかとその号令をかけるのはじゃあ誰であるべきなのかといったら、まあ、おのずと1つの答えは出てくるかと思うのですそのへたりはまた最後、えー、岩佐市長にですね一言あの総評として述べていただきたいと思うわけなんですけれどもあのそれぞれにその与えられた立場というのがある。 けどここに横串を入れていくやっぱり街づくりは先ほどおっしゃいましたね街づくりは人づくりなんだ人づくりというのはじゃあ何なのかと言った時に、えー、それは 利害の立場の利害を超えて一つの目的に向かう強い気持ちを持った人間が垣根を越えてつながっていくことに本当の意味でのまちづくりにおける人づくりがあるのじゃないかなという気がえちょっとこれ私の試験もありますけれどもコーディネーターとして皆様の意見がある中で感じた部分えちょっと述べさせていただきました山崎議員いかがでございましょうかここまでの流れをえ聞いてですねえ両方の立場を持つ 消防団として、町会議員として、青年会議所として、企業人として活躍される山瀬君として、率直に何を思いますか今,今あの、危機感を持って話している内容が人口減少ですので、具体的に一つだけ、U ターンのタイミングですね、U ターンのタイミングって4つしかないんですね。就職育あ就職職結婚 子育て、介護それぞれのタイミングでどこを起点に考えるかっていう時に私は子育てのタイミングで U ターンして帰ってきましたそのタイミングで誰かがこっち側に引っ張ってあげなきゃいけないと思うんですでそれの役割をハモーンであったりアナナは僕できると思うんですよねそれはあの赤ちゃんを抱いてでもいいし 老人を介護している姿でもいいしあの自分たちが生活に困るつまり壁に当たるんですよね結婚子育てあの介護っていう時には就職っていう時には壁に当たるんです人生のその時に一番ふっと頭に浮かんでくるのは助けてくれるのはやっぱりふるさとだと思うんですよねふるさとにいる人たち自分たちを育ててくれた人たち環境だと思うんです それを思い起こさせるような何かを故るに住んでる私たちが住んでない仲間たちに対して発信をしていかなければいけないと思うんです。私ずっとあのハモーンさんが目の前におるんでですねこれは負けてはいかんと思ってバッジを早速つけたんですけれどもやっぱりあのこうやってあの協力し合いながら競い合いながら楽しみながらですね自分たちでやってることを楽しみながら。 県外に行ったり、県外の仲間との会合に行ったりしてですね、その場で言ったらいいと思うんです。お前、子供何できたの次帰ってこいよとか、そろそろ結婚考えとんちゃうんかと、やっぱり結婚するんだったら、親おるけん、徳島よなって、やっぱり言ってあげることが、この草の根の運動ではなくて、実はそこが一番大切なんだと思いますね。で、そこでパンフレットなりなんなりで、あの、刃文さんとか、また、あの、あわこ時とか、いろんな文化財を使ったらいいと思います。 一言だけ僕、は淡路樹大好きなんですけど空海さんが808社開いて1200年ですねもうひらがな作ったのが空海さんだとも言われてるんです説としてねで阿波の国って面白いんが赤砂のが赤沙汰浜やらはですねうんはちょっと縁起悪いので最後で「あ」と「わ」がつながった阿波の国なんですよね私必ず徳島から全国に発信できることでたくさんあると思うんですけれどもやっぱり全てが一つのアイディアで。 そのアイデアを形にして言葉にして文章にして発信していくことがとても大切だと思うんです。古事記にしても空海さんにしてもものとして字として残してるから1000年以上前に残してたからずっとつながってきたわけです。アなんやってモンやってこれから残るわけですよねそれと同じようにそれだったらそれとともに一緒にみんなで今ふるさとでいるみんなで力を合わせてアイデアを持ち寄って行動を起こして みんな帰ってきなさいよと、ここは日本で一番あなたが生まれ育ったところなんだから、あなたの子供にしても、あなたの親御さんにしても、ここで通用するのが一番幸せなんですよっていうのを発信することが大切なんではないかなと思います。す素敵な、えー、知性にあふれるです、ね、一つの大事な、まあ、結論にも近いです、ね、あのお答えを先生からいただきました。元教師なんですよねあのそして、まあ 慶応大学出身でということで本当にあの同じ場でね活動を続けさせていただいている立場としてはねこの青年会議所では僕が上なんですけどもう常に先生と思ってますのでねあのこれからもよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですねお時間の方も残り、えー、10分ほどとなってまいりましたここでですね今の、えー、このディスカッションの流れも含めましてですね率直に何か物申したい、えー、こういうことを誰に聞いてみたいそういったものがあればですね、えー、一つ二つ皆様の方から、えー 質疑応答の時間ということで、えー、取り返していきたいかなと思いますけれども、いかがでございましょうか、えー、今、にヤっとして僕と目があったんですよね、分かってますよね、野く君ね、のびちょっとこの中央の、ね、ところまで出てきていただいて、ちょっとマイクを一本回しますんでね、あのーあ、よろしいですか、じゃあ、ちょっと彼に、はいちょっとカメラの後ろのところまで出てきてくださいはい。 大丈夫ですか。じゃあマイクを回してあげてください。はい、後ろに背中に回してあげてください。はい。感想でもいいです。質問じゃなくてもいいですよ。感想でも構いません。ええ、本日はそのすごいハイレベルなえっ、ー、とまあ討論ではないと思うんですけど、すごいあの一人一人の立場があっての意見があって。 すごいいろんな吸収できる場やなと思いましたであのそうですね僕が一番すごいこれ知りたいなと思ったのはその途中二木さんがその手法について表原さんから聞いた時にすごい答えに困ったっていうのはすごい僕自身もすごい気持ちが分かって僕自身もその20代なんですけどあのはっきり言ってその古事記とかあとその阿南の文化について掘り下げたことって若い頃から一回もないんですよね。 正直シビアな意見を言ったら全然興味がなかったし全然知ろうともしなかったんですねでそこをあの僕とかその二木さんみたいな若い世代にどうやって特に僕らが伝えていかなあかんと思うんですけどその手法ってすごいずっと気になってたんですよねだからそこをこれは、まあ、僕はまだそこまで考えれてないんですけどもうちょっと掘り下げて聞きたかったなというのはありました。 はい。ただすごいあの今日は実りのあるまあバだったのでまあそれだけで満足です。以上です <laughs>。はい野上君ありがとうございました。 来年彼はです、ねあのー、その青年会議所の徳島全体の集まりの中で,です、ねあのー、この徳島全体を盛り上げていく、えー、大きなイベントがあるんですけれどもその実行委員長としてです、ねえー、活躍の場が、えー、来年、用意されていますのでき、ねえー、今日のこのディスカッションで自分が感じたことをもう通じてです、ねあのー、来年、その、えー、場に生かしていただければなと思います。えー、ありががとううごござざいいいいまましした他皆かかでょはい では柏木君、えー。兄弟で師をやっております、あの柏木です、お私、弟の方なんですが、はいをごしております、えー、とちょっと私あの、自分なりに今日皆さんの話を聞いてです、ねであの、ちょっと私もいろいろずっと常日頃、アイデアを持ってあの、どうすればいいんだって考えてるんですけども。 ちょっと皆さん、どう思うかっていうのをちょっと聞いていただきたいと思いまして、ちょっと突拍子のないものもあるかもしれないんですけど、私、1つはですね、阿南高専があると思うんですけど、就職のときっていうのは、やっぱりあの例えば、東京に就職に、大学って大体ほとんど東京にいいところありますので,で、東京で就職する、受け皿の企業があるっていうのも、もちろん必要だと思うんですけど、 阿、まあ、南高専があると思うんですけど、あのまあ、実際に例えば定員を増やしてみるということですね、でまあ、ただ前提として、これ2番目なんですけど、受け皿の企業が必要だと思うので、まあ、今、神山の、えー、ようなです、ね、取り組み、企業を支援するような取り組みですね、とか、あとまあ3番目なんですけど、あのサーフィン。 これ、まあ、サーファーってあんまりお金落とさないらしいんでっていうのは聞いたんですけどやっぱりあの世界大会何年か前にやったと思うんですけどそれでも PR できると思いますし、まあ、そういったものですねあの今、アナ市の方のサーであ,あそこの辰巳の海岸を整備されていると思うんですけど何かまあこう PR するようなものが必要かなと。私の友達もあの 東京から帰ってきてサーフィンしたら、会社行く前にサーフィンをするような環境で働くことが、すごいいいって言って、アナにずっと住んでる人いるんです、何人か。はい、で、まあ、ちょっとあんまりあの個,人名個人名というか、企業名出さないほうがいいかもしれませんけど、日夜科学さんの,です、ね、あのサーファー人口はめちゃくちゃ多いらしいんですね。はい あの多分まあ、ちょっとこれはプラスにとらいていただきたいんですけど多分サーフィンぐらいしかすることないかもしれないですかなと私は思ったんですけどあとはあの今日のような機会を多分増やしていくことによって、まあ、意識も高まると思いますしあの、まあ、こういう場をたくさん持っていく必要があるかなと思いましたであのそのためにも JC に入ってとか、ね、YG に入ってとか、まあ、経済団体に入る人がやっぱり増えてくれば いいいかなと思いましたで一番目の、ですねだなんで大学の話したかというと、私、アメリカに留学をしてたんですけど、あの中町みたいなところにいっぱい大学があるんです、国立大学が。中条町みたいなところばっかりなんです、人口が少なくて、でも経済がどうやって成り立っているかといいますと、やっぱりもう大学が結構あの、雇用を生んでたりとかですね、大学の職員さんとか、パートさんとか、まあ、そういうのもありますし、まあ、実際に卒業したと、日本人もそうだったんですけど、 あのそこの近くに住む人が結構多かったんです、でやっぱりもうだ大の故郷で愛着も生まれますし、あのまあ、彼女ができて、ですね、まあ、あの現地でもう住もうかなとか、日本人もそういう人多かったんですね、あの韓国人とか、まあ、いっぱいいような人いましたけど、であのこの前、ちょっとあ,のある企業さんがあの阿南高専の、えー、ドイツ人の留学生を採用した。 らしいんで、すねであのちょっと私、それを聞いて、阿南高専のあの定員を増やすっていうところでいくと、留学生を増やしてみる、でまああの外国人の雇用者を増やすとかですね、まあ私、ちょっと仕事もそういう仕事してるんですけど、まあ、ちょっと皆さん、どう思うかっていうのをぜひ、はい、はい、えっ、はい、の 時間があと3分と分なってししままいここはですね一つたくさんの、えー、意見をいただいたということでですねあのいずれにしてもそういった素材がたくさんあって今後立場を超えた人たちがこういった機会を通じて でさらには行動を共にすることを通じてさらなる意見のぶつかり合いとさらなる新しいものの情勢が、えー、意見と行動とそしてものに落とし込んでいくまでの新たなものにつながっていけばいいかなというふうにも思いますので今のご意見はちょっと次回につなげていきたいと思いますので、えー、お時間の都合上、えー、よろしくお願いいたします。それではえー ここまでのお時間ということでございますが、えー、質疑応答も含めまして、今日のこの一日のですね、一、えー、時間少々ありましたこの流れをですね、あのす、ー、べて総括総評ということで市長の方からえ一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> 市長よろしくお願いします。これも素敵な機会だね。 はい、よろしくお願いします。あ、もうこれ貴重な絵でございますね。はい。セガ、ね、ナ,ナのバチも。はい。えー、えー、貴重な、あのお時間でございます。あの簡潔にも申し上げたいと思いますが、あの本当にですね。 えー、短時間でございましたが、中身の濃いディスカッションであったと、あのー、かけんなしにそう感じております。あのー、百田原君は夕張に、ね、だから夕張の、まあ、消滅第1号の都市ですよね、日本で。夕張は12万5000人ぐらい人口がおりましたのが、今もう1万人を切ったんかな、9800人です。 二十数個の鉱山石炭鉱山が全部閉鎖されて12万数千の人口がもう9千人だになったとで東京都の職員だった鈴木さん鈴木,鈴木君かなが若い市長として今行って奮闘してますけどもあのやはり固有、えー、名詞日夜さんの固有名詞も出ましたがパーナン市は雇用の場があると。 これがやはり一番大きなですね、日夜さんだけではございません。いろんな企業がですね、存在をしておると。存立をしておると。それからもう一つは、今お話し出ました、阿南高専。大学はありませんけども、高等教育館があると。まあしかし、あの、市役所に入っておしてもおりますけども、まあ県外に就職証拠の方もおりますけども、やはり全体のイメージを高めるための、 あのこと、専門学校があるということはね、私は非常にこれ、話のプラスになっておると。と、もう一つはですね、のどの市長さんとか町長に聞いても、同じことをやっぱり言うんですよ、お宅の魅力ってなんですか、何があるんですかと聞かれたら、多くの市民、町民は、うちはなんもないんじゃと、これ、全国見ないうん、一緒のことを言います、市長、市長連中と話してもね。 しかし、法でないんです。うん、あのー、私が最初に、トータルで十七年東京で生活したという,いうのは、実は、阿南市を出て生活をした人が、また阿南市へ帰ってきたら、阿南市の良さわかるんですよ。ずっと阿南市で生まれ育った人は、ここの良さは、なかなかわからない。そこなんです、ポイントは。外の空気、外の、 土地を一旦体験すると、この生まれたこの土地の素晴らしさっていうのはですね、再認識するんです。それをね、皆さん、話だけ違います。全国のふるさとを持っている人が、もう一度思い直さなければならないと思いますし。で私は身近にはですね、妻が熊本です。えー、北さんの妻はと、妻でね、奥さんは東京ですけども、 県外からの出身者が来ているです、ね、住みますと、こんな住みやすいところないと言うんですよ。私の妻の熊本も。食べ物はよっぽどこの阿南の、中町阿南の方が美味しい。気候も温暖だと。熊本なんていうのは盆地でございまして、九州でも冬は寒うてね、夏は暑いと。京都みたいなところ。食べ物も大して美味しいない。本当に。 前に行ってますから、そういう素晴らしさがあるんですね。それはやはり、外から来た人が初めて分かる。で、幸いに、阿南市はですね、県外から単身赴任、あるいは家族と一緒に来ておる世帯、人間がたくさんおるんです、企業がありますから。電源開発、あるいは王子日本新日本電工、ね、たくさんの県外から、 来られてる方がおります四国銀行も高知銀行も帰るとき、必ず話すんですよ。高知県の人も、この阿南市の方が住みやすかったっちゅんです。住みやすいっちゅうんです。家族で来てほしいとか。私は、そこで、一つだけで残念なのは、もう最近、あの災害がなかったんですよ。もう台風が豊漁海峡、愛媛県の方いたらもう嬉しいで嬉しいでね。 あっち行ってくれたら、あの、最近、徳島行くやつ、また、また、もう、台風がさな,かなかったっていうんで、これでもう災害が少なくなったら、最高の地域になると思っておって、朝日に今年、こういう、中町が特にご苦労されましたけども、ことが起こりました。まあ、あのー、それは、まあ致し方のないことでございますが、災害のないところ、地域をこれから汗を出してですね、えー、JC でも、 知恵を出して作っていきたいと思っております。であともう一分で終わりますけども、えー、四国の最大電力量は五百八十五万キロワットなんです。五百八十五万キロワット。今言い方が止まっておりますね。この数年、この数年阿南市には四国電力で四つの マシンを持っております。石炭と石油で。電源開発が2つの大きなマシンを持っております。6つのマシンで5、5八8 5万キロワットのうちの398万キロワット。7割。四国の電力の7割を、この阿南市が供給するんです。阿南市がなくなったら、四国は経済回りません。 伊方の原発の再稼働もまだまだかかります。ということは、この今ある発電所にたくさんのメンテナンスが来るんですね。全国から技術者が。ですから、阿南の民宿もホテルも満杯なんです。外からたくさん人が来ております。私は、であのエネルギーの町とは言いません。 自然とエネルギーの街なんです、あなしは。自然エネルギーの街ではない。自然とエネルギーの街を目指す。で、一昨日その自然の会がありまして、東京で、えー、まあ、来賓の挨拶が、あ最初に麻生太郎さん、財務大臣がして、それから青年会議所の副会長をして、大議所をしております、新居浜の白,白石の徹ちゃんがして、私は乾杯の運動をしましたけども、 この電力があるということを逆手にとってですね、そこに自然を加味していくんだと。穴虫汚いのカタツムリもそうなんですよ。ね。カモミチもそうなんです。私はそういうところをですね、売り出していくべきだと。いろんなご意見はあろうかと思いますが、まあ、そういうふうに考えております。まだまだ言いたいことございます。子育ての問題。これは特に力を入れていきたい。 全国市長会では、もう子どもの医療費はですね、あの自治体がするんでなしに国があれという、もう国がもう医療費を無料にせんと、子どもは絶対にですね、骨折できないですよということを初めてこの間提言をしました。国家の責任で医療費を無料にしてくれと。阿南省は中学校3年まで無料になってますけどもね、そういう提言もしております。それから、えー、歴史はあの北先生お、お詳しいでございますんで、まあ今度、 本能寺の変をですね何か大蔵にしたですねあの、乱と変は違いますんでね、乱というのは大きく世の中が変わりますけど、変というのは、まあ、あんまり変わらんのですわ、うん、政治体制がね、信長から秀吉になったという、うん、阿南氏はでくだけ乱お子さんと変という形でですねあのやっていきたい,いっていただきたいと思います。あの阿南氏は秋と室戸と秋と交流しております。秋は 秋高虎という大名が統治しとったんですが、長我壁に滅ぼされましてね、秋高虎がずっと高知の山から家谷へ入りまして、家谷から吉野川を下って、板野へ流れ着きまして、その板野で、えー、住み着きまして、その末裔がアンジェラ・アキなんですね、はい。そういうことはあんまりみんな知らん,なんです秋の人のほうがよしと言うんですよ、高知県の。アンジェラ秋は・の先祖は 悪しなんですよっってて聞いて私,も私もびっくりしたんですだから歴史もそういう面白さがたくさんございますですからまあ古事記のことはあまり私はあの四国には4つの面ありそれぞれ面の表情が違うというそのぐらいしか知りませんがあの歴史も深めていってそして経済も活性化して特産品も作ってえ素晴らしい阿南市を作るという会が今日の会であったと。 思いますのであの市長の出る幕はないなということを改めて表明をいたしましてお礼のご挨拶に返させていただきます本当にお世話でしたいいご意見いただきましてありがとうございましたこれ,これがね、あのー、山崎君が聞かれいるとこれは今アナ市があの県外市外からアナン市へ来たお客様に差し上げようアナの,の記念グッズなんです あの箱にあ,あの,アナナのマークつけて、1年間、あの当初予算で1000個作っております日、日夜科学さんにお願いして、ちゃんと予算も出して、1000個で50億万円ぐらいかな、浜松の関連工場で、まあ、2年作っていただいております、でこれ2年間あの、つけっぱなしはあきませんけれども、ここれ2年間大丈夫。でこれは私は私特にあの 枕元を置いてくださいって言うんですよ、差し上げるときにあの、停電したときにすぐにこれ、使いますんで、それからキーホルダーとかですね、これはアナの記念グッズでございますので、もう市民の方にお渡しするのはあんまり滅多にないんですが、あの今日お持ち帰りいただければ、参考にしていただければと思います。はい、市長ありがとうございいままましした次のグッズはぜひ <laughs> ああの更新会までお願いしますそれで、はい はい、それでは、えー、お時間も、えー、少し枠を超えたようでございますが、あのー、最後、えー、理事長謝辞ということで、えー、理事長、八木健三君からよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日はアナウ長をはじめとするあパネルスの皆さん、本当に、えー、貴重なご意見あの、お知恵をいただきまして、えー、ありがとうございました。 アラン青年会議所も先ほど冒頭で山崎委員長の方がお話でございましたけれども昨年来よりアランの魅力を発信しようということでものづくりをテーマに1年間アランの魅力についてで議論してきましたでいろいろ議論した結果今あのゆるキャラブームということでアナナンでアナ,ナンをやっぱ光らせるということで最終的にまつけておりますあの ーマッチを、えー、作ることにありましたが、まあ、今後ともですねこの阿南の魅力を発信していくためにも、えー、今後とも皆さんとともにです、ね、議論しながらあー行っていきたいと思いますでやっぱりアナン青年会議所だけではですねなかなかあ情報発信できないところがありますので、えー、ぜひとも今後,、あのー、今後ともですねお知恵をいただきたいというふうに思っております、えー、本日は 大変あありりががととううごござざいいいままししたたは長本日のですねあのこの会を記念いたしまして、えー、今回、えー、試作いたしました、あのー、試作品を、あのー、外部、皆様に、あのー、プレゼント差し上げたいと思いますので、えー、プレゼンテーターは、理事長から大会、はいえー、の皆様よ 4, 名4名様に、はいえー、それぞれ皆様分ありますのでどうぞご提供いただければと思います。 どうぞご起立すみません、はいあ市長もどうぞ前や、県内になくてですねあの、県外の東京にある会社にお,お願いしました。 改めまして皆様拍手でお願いいたします<手>はいそれでは皆様ご着席お願いいたしますそれでは、えー、こ,ここからはあの阿南青年会議所の、えー、例会の最後ということで、えー、幹事公表に移らさせていただきたいと思います、えー、一般社団本人阿南青年会議所2014年度幹事柏井岳君よろしくお願いいたします はいえー、ちょ日はです、ねえーまあ、あの青年会議所以外からたくさんの方が来ていただきましたあの青年会議所はです、ね、会の最後には、えー、幹事が公表するということになっておりまして、えー、一言述べさせていただきたいと思いますけれども、まあ、あの非常にですね、えー、こう まあ熟慮された議論がされておったんですけれども、まあ、僕はこの観客席の方から見ておりまして、青年会議所でですねぜひ活動をして、一生懸命やっていただくことによって、ですねこの議論をできる個々のその優れた人材として、前に座っていただけるような、ですねぜひ人材に変わっていただきたいなと思います。えー、まあ月1回で2階に出てきて座っておるだけでは、ですねなかなかそこまでいきませんので、えー、ぜひ街の中で活動をして、そして自分の得意な分野を作ってもらってですね、 ここでは絶対に負けないという分野を持って、えー、この場に挑んでいただくような人材がですね、ぜひこのたくさんのメンバーの中から一人でも多くおまあ、生まれることをですね、本当に、えー、記念をいたします。まあ,あの聞いてるだけじゃもう本当につまらないんですよ。まあ、途中から僕も飽きてきました。とまあ、だから参戦したかったんですよね、えー。参戦したかったけれども、まあ、そういう気持ちを持ってるかどうかということも含めて、実はリーダーはですね、最近よく言われてますけども、本当に。 やろうと言えば誰ででもなれるんですよね今までは何か勉強ができる人じゃないといかんとかスポーツが得意とかそういうのありましたけどもこれからの時代はリーダーは誰でもなれるそれで、えー、自分自身が人より、えー、一生懸命、ね、この分野において頑張るということがやれれば誰でもなれるんですどんな仕事をやってる人でもなれるのでぜひ青年会議所入ってき、えー、たタイミングはですねまちまちだと思いますし無理やり入れられた人もおるかもしれませんけどもぜひ この前で議論をできる人材に変わっていただきたいなと思います。そしてですね、えー、今日まああの昨今配られておる資料ですね、今日まあ手元にありますけど、600ぐらいの自治体の中で中町が消滅自治体ワーストワンですよね。まあこれ僕は中町の議員として、ね、あ四国あそうそう四国の中でワーストワンでまあ全国ではワースト13位ぐらいなんですよ。だから僕も中町の町会議員としては。 非常にです、ね、危機感を持っておりますけどもだからもう焦るしかないんです。まうのうと暮らしてるわけにはいかないんですもう我々はで僕は阿南市には絶対に負けないという強い気持ちを持って、まあ、実はね僕が理事長の時に市長にですね、まあ、市長は阿南は8万人の都市の市長だということで紹介いただいてますけど実はもう7万6千になったんですということを僕は申し上げますと市長に、えー「中町から4000人取ってまだ8万人乗せます」というふうに。<laughs> 4年前に言われましたんで、もう一回取り返そうというぐらいの強い気持ちを持って、ですね長町の人口をもう一回1万人に乗せたいなというぐらいの気持ちですけども、僕は市長にぜひお願いをしたいと思いますが、えー、市長はですね最初のこう当選、まあねあの、初めて市長になれたときに、実はこれ、今、若い女性が人口どんどん減っているっていう現状ですけども、副市長に若い女性置いたんですよ、僕はもうこれすごい、この政策は僕はもう本当に真似をしたいと思ってました。 安城由紀さんっていうですね、その当時、青年会議所にもでも入っていただけるような年齢の3何歳かの女性を副市長に置いた、これからのこの、ね、女性をなんとかこう活気づけていかないといけない時代に、これこそが一番の阿南市の PR ですよね、ですから、あのーまあね、賛否両論、北議員と二期議員の中ではあると思いますけども、四選ができるようになったわけでありますから、次回の四選時にはですね、もう一度ちょっとやっていただきたいなと。 はい、あの女性の副市長をです、ねえー、構えるというような、まあ、公約を前、ね、岩佐市長じゃなくたとしても、ぜひそういうようなことの PR を阿南市としてはです、ね、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。あの去年もです、ね、日本の女性会議が阿南市で開かれたということもあります実は青年会議所、先ほど会員の中でのお話はありましたけれども、実は全国で女性の会員拡大率がナンバーワンになったんですね、今年 それで表彰を受けましたので、まあ、そういった機運もありますので、ぜひ、えー、今日の資料を持って帰って、女性のために何ができるか、ぜひ考えていただきたいなと思います。えー、コーヒーは以上とさせていい。ただきます。はいえー アナウンス青年会議所の歴代理事長としてそして中町会議員としてですね彼の思いの丈が、えー、今回の枠をはみ出たあの素晴らしい幹事う,うので、ね、あったかと思いますいずれにしてもですねこの予定の時間を大幅に、えー、オーバーいたしまして90分の枠で、えー、届けてまいりました、えー、今回の例会でございましたけれどもいずれにしてもいろいろな立場でそれぞれ活躍される皆様がですね、あのー、最終最後 今後あのその垣根を越えてつながっていくための今日はこれは本当手前見せかもしれませんけれども良き機会となったと本当にこの90分思いますしこの後の懇親会についてもですねそれがさらに深まるものであるという確信を持てております、えー、今後私たち意を新たにしてですねあの地域を盛り上げる、えー、活性化させるための活動をさらに進化させていただきたいと思う,いう決意を、えー、新たにいたしまして以上をもちまして 一般社団法人アナン青年会議所2014年度10月例会人と街をつなぐツール作り育み発信するアナンの魅力を閉会いたします皆様どうもありがとうございました。